ポップティーン TV ふみふみ、どうもふみふみです。お願いします。はい、今日はですね、お題が激〇〇ということで、自分で、激辛麻婆豆腐を作っていきたいなと思います。まず材料を紹介します。こっちから。はい、これはまずネギですね、長ネギ。はい、そしてこちらがひき肉ですね。はい、そしてニンニク、あと豆腐ですね、片栗粉、なんか辛そうなやつ、辛そうなやつ、辛そうなやつ、ラー油、豆板醤で、これが鶏ガラスープの素、これが山椒ですね。はい、であと醤油とごま油で、これがブラックペッパーのパウダーになります。まずニンニクをみじん切りにするんですけど、ここを一回まず半分にすると中に芯が入ってるんですね。それをこう包丁のヘリで取り除きます。ちょっとここは体に良くない成分なんで取った方が美味しくできますね。ニンニクを元の形に戻して普通にスライスします。ここからはこの先っぽを押さえて後ろを上と下に上げて上下する感じで、こうできるともう簡単にみじん切りができるんですよ、ニンニクって。散りばめてこれつけておきます。こうすると多分辛くなるんで、はい、つけておいて10センチぐらいをこれを横から斜めにして3分の1まで包丁入れます。はい、で次くるっと半回転させてもう一回3分の1まで切ります。そうするとこうやってビローンって伸びる状態になるんで、ここから輪切りをします。これが一番簡単にみじん切りができるかなと思います。麻婆豆腐の場合はネギはもう大きめの方が美味しいんで、もうザクザクザクといって、最後にちょっとさっき言ったこの上下、はい、いけとけば辛くなるでしょうということで、ここはごま油を引きますね。ほんの少し引いて木べらでなじませる。でちょっと温まったら火弱めて、ラー油に使ってるネギとニンニクを全部入れます。そう、僕辛いのマジで苦手なんですよ。カリカリになってきたらごま油を足します。これちょっと多めにビョーンって入れて、ここにこの子たちも全部入れておくんですけど、これ全部入れても死なないですか？とりあえず分かんないでいっぱい入れます。カロツベ用意してもらったんで全部入れなきゃもったいないからね。でここでもう一回ごま油足します。でここからはこの子たちを炙ります。はい、これをちょっと放置します。これ一味唐辛子の辛いバージョンみたいな感じです。わかりやすく、それいっぱい入れます。でちなみに僕麻婆豆腐作ったことないんですよ、一からちゃんと。なんで正解の作り方はわかんないんですけど、皆さんも試してみてください。ひき肉を味付けたいからちょっと塩コショウして、あと鶏ガラちょっと入れて、はい、はい、入れました。でここからこれ崩して、どんどんスタッフさんが部屋からいなくなってきます。正直一人になっちゃうじゃないですか。鶏ガラ刺して、はい、こんぐらい、はい、OK。 これはもう適当ですね。あー、すごいことになってて、これ水溶き片栗粉、とろみ成分ですね、作り方です。基本的にはこんぐらいかな。はい、もうこれがで最終的に入れたら崩すんで、はい、タラ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 って垂らして、混ぜて少しとろみをつけて、ここに入れる、ここで崩します。もう崩れてる麻婆豆腐が好きなんですよね、こうやって。よいしょよいしょ、ふみふみ特製激辛麻婆豆腐の完成です。一度拍手。よし、 OK。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。それじゃあいただきたいと思います。
なんで俺料理できるようになっちゃったんだろう。よし、いきます。食べた瞬間は麻婆豆腐なんですよ。美味しいね、美味しい麻婆豆腐なんですけど、後から唐辛子がどん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 みんな走ってきて、なんか全部刺激してくる感じ。でも思ったより辛くなかったですね。メルとか食べたら多分死ぬほどオーバーリアクションしますよ、絶対。俺しかモデルがいないから知らないかけど、全部食べますね、とりあえず。でもお腹空いてる？だったら食べてます。うん、完食しました。どうしました？え、いやいや、なんかこっちまだ汚いんで。それこれ。5分ぐらい休憩して、唇のあのピリピリを収めたところで、もう一回あのご飯が感染したので、はい、じゃあご飯と一緒に食べようかな。うん、あ、うん、あ、でも、辛いな、やっぱり。終わりました。スタッフさんがいないので、一口だけ、あの、辛子と炒めます。で、辛子をかけて。冷えてる水おいしい。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日は激まるまるということで、激辛麻婆豆腐を自分で作って、自分で自分の首を絞めるということを僕人生で初めてしたんですけども、100段階で前食べた日本一を表すんだったら、これは5ぐらいですね。はい、皆さんぜひ味覚っていうお店が新橋にあるので、一回行ってみてほしい。本当に液体じゃないんですよ、麻婆豆腐が。はい、というわけでご視聴いただいてありがとうございます。メンズの動画バトル、僕こんなに多分一番みんなの中で一番体を張ってると思うので、どん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 宣伝してください。ふみふみ頑張ってたよって言ってくれるだけで嬉しいので、よろしくお願いします。ありがとうございました。スープです。余り物で寄せ集めて適当に作りました。あー、120点あー、さっきとほど遠い豆腐なのに、マジかわいそうだな。おいしい。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。そして毎週金曜夜10時、北西放送中です。みんな